皆さんこんにちは、一輝です。マリオストーリー実況プレイパート31、始めていきます。この先に行きましょう。さあさあマリオくん、遠慮はいらない。どんどん先へ行きたまえ。前よ、俺が壊してて、うん、びっくりした。あ、これはお宝の匂い。お先に失礼するぞ。あ、勝手に落ちてってください。いやここら辺だっけ。全然違うね、まあ、もうちょい真ん中だね。さあマリオくん、構わず行きたまえ。いけるね。ポイズン、ポイズン、ポイズンがいる。で、あれ真ん中どうだったっけな。ここら辺正解。ランクアップはジェット噴射大事だけど、シグレハード、まあ、スーパーモグだ。まあじゃあクリオにしとこう。クリオの攻撃力はどんだけになったのか。お、成功すると6当たる。いいね。毒だよね。いや普通に連続で突っ返しそうだ。出す。じゃあ無駄にしないためにも願ってジャンプと、はい、オーケー、モンスターゲット。ゲメと放置と、これに乗って、じゃあ次は先へ進みましょう。ちょっと待って、どこ。そうだ、思い出した。ミスったー。死んだ、自信。終わり。おう、ダメだね。ハンマー6。普通にハンマーで殴ったから強いか。よし、で邪魔者は消え去った。どうだったかな。ちょっとあった、ここだ。よし、星のかけら。じゃあ今度こそ進もう。で整備しとこう、危ねえから。で先まで進むと、おお怖い。さよなら。いて、結局ぶつかっちった。やばいガスが溜まってるんですけど、ちょっとファイヤーバー、ファイヤーバー、ちょっと止め、こらハンマー。
あ、やばい。不良はダメだね。スーパーピンチです。キノコ食っとけ。よし、ハンマー投げてみよう。変わんねえな。ハンマー投げは攻撃、直接攻撃じゃねえからダメだった。そしたら星降る夜使って、まず一番手前と奥のメッドトゲメットを倒して、願う。で、ちょっと回復。次ハンマーで殴ろう。危ない。危ない。あと1回か。うわー、これはまずいっすね。マリオを苦って、よし、回復した。くるつきー、よし、8ポイント。問題は、コイン全部下に落ちてたけど、マリオくんちょっと待ってくれ、名前。はあ、はあ、私の手にした情報によるとは、この先にお宝がありそうなんだよ。まあその通りなんだけど、ここにいると危ないですよ。よし、さてこの上に登ると何が起こることやら。でさらさらに変えとこう。ちょっと見えてたからね、入って。こいつだよな。キャンピン、よし、
オーラがバレそう。手紙あったっけ、こいつに渡す手紙あったっけ。キノコ、チューさん、ノコノコ、テレサショップ、じゃあいいや。どっかにある。早い早い、近い近いぞ、近いところにありそうだよ。私の勘だとこっちだ。違うね。よし、さあ、危ない、回復上がった。今あるじゃないですか、今あるじゃないですか。なんか明かり使わないと見えなそうなんですよ。そうでもないか。あ、あれ何もなかったな。いや、何、私の勘もたまには外れる。諦めてはいけない、一旦戻ってみようじゃないか。お宝は下の方にあるのかもしれない。よーし、アイテム見つけたし、じゃあ奥さんに変えておこう。よし、この下さっと、あ、一回クリオに変えておこうかな。マリオ全侵入中、星の精を捜索中と判明。ボスに報告報告報告。よし、さてと、来たー、パック。来たな、マリオ。お前たち、悪いやつ、星の精を盗みに来た。星の精盗みに来るやつ、俺たち許さない。俺たち、星の精閉じ込める。俺たち、この火山をもらう。これ、大事な約束。お前たち、やっつける。マリオ、やっつける。この BGM、最高ですよね。見なきゃいけないかな。ファイヤーパックの触手だよ。枝分かれした小さな花で、溶岩の中でもへっちゃらだよ。花なのに溶岩だ、壁とかさ、おかしいよな。最大 HP8、 防御力0。ちっちゃい種みたいなのを飛ばして攻撃していくんだ。ちっちゃいのの攻撃は4だよ。じゃあね、ハンマー殴れたっけこいつ。できねえしな。まあいいや。来た、行って、早い早い。あ、全然避けれない。こっち5あんのかよ。じゃあファイヤーパックンと、ファイヤーパックンだよ。植物なのに溶岩の中でもへっちゃらなんだ。最大 HP40 もあんのか。攻撃後、攻撃防、防で防御0。火の玉を吐き出す攻撃してくるんだ。それにしてもでっかい花だな。そこ突っ込むの、でっかい花だなを突っ込むのか。あー、めんどくさい、これもう。さっさと潰したいな。いった、全然攻撃かわせない。死ぬんじゃん、死にそうなんですけど。完全にジリ貧になってるけど。ちょっと待って、これ雪こう、雪はまずいな。どっち攻撃するかな。まず直手いって、でこいつ潰しといて、よし、なんとか避けれた。よしよしよし、緊急。そしたら
三分食し一回潰しといて、攻撃を本体だけの攻撃にしといてカード。それでも強いなこいつマジで。やべえ、スーパーキノコもっと買っとくんだったな。もうこれダメだね。これはすごいピンチです。これそったれども、ここで雪はゴンゴン。これでマリオくん今スケラスするといらない、いらない、何やってんだてめえ、あっち危険すぎる。スバルがマリオくん、あとは君に任せた、存分にやりたまえ。やるんだけどさ、ちょっと待って、願う、こっちはちょっとまずい、願う、減らせたはずだが、ちょっと回復するよね。ここ閉まった、次々ジャンプ持ってくればよかった。もう一個ある、ないっすね。いやどうするかこれ、いや分かった、これで、こうして、これでいいんじゃねえの？はあ、なんか来る。嘘でしょ？なにこれ？マジ？一発ですか？あ、これ待って、自利品だわ。本気の自利品です。15あれば何とかなると思ったけど無理だわ。そりゃ来るよね。戻れ。あ、いける。これで、オッケー。危ない、間に合った、
ふう、死ぬかと思った。ファイヤーバック終了。ふう、疲れた。危ない危ない、先行くなって。よーし、あとはお宝だけだぞ、魔力。さあ、急ごう。この野郎が。お、来ました。5人目か、これ。えい。星の精救出成功。ちょっと危ないところもあったけど、いいでしょう。ステージクリア。ジャンボル島の火山の奥で巨大なファイヤーパックンをやっつけたマリオたちは、5人目の星の精も助け出すことができました。しかし、チャールズが求めるお宝はまだ見つからないようです。一体どこにあるのでしょう。おや、何やら周りの様子がおかしいようですよ。なんだと。おお。マリオ、こっちです。急いで。やばい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 。お前は早く登れよ。どうした？お宝ではなくて人で？宝を見つけ出さないことには冒険を終えることはできないぞ。あ、そうだ、さっきのおっかないやつは隠し持っていたのかもしれない。私はちょっと戻って確かめてくるよ。ぬぬぬ、なんだこの不吉な揺れは。構うものか、お宝のためだ。おりゃー、いけない、お待ちなさい。いやー、あちー、溶岩が迫ってきとるぞ。早く逃げれば。いや、お宝がまだだ。何としても見つけ出さねば。マリオ、どうやら火山の活動が活発になったようです。あなたたちが来た道を戻るのは大変危険です。ここから逃げましょう。ピンキーの出番。この岩の奥から風が抜け道がありそうです。マリオ、この岩を破壊してくれますか。ピンキー、爆破。よし、行こう。だからチャンス早いんだって。マリオ、急いで、溶岩が押し寄せてきますよ。逃げろ逃げろ。下じゃない下じゃない。あ、あった。あー、こんなところにお宝が。ぬぬぬ、命に変えてもお宝だけは。そんなことしてる暇はないのです。お宝ー。量が早くね。あ、宝箱吹っ飛んでった。よし。あ、この曲はピーチの。うろうろしてるな。ねえティーク、今度は逃げ出すまだ逃げ出す気満々か。もう一度試してみない。ピーチ姫、なんだかとっても大胆になってきましたね。もっとおしとやかなお姫様だと思ってたんですけど。え、そんなことないよ。大臣の言いつけ通り、ちゃんとお姫様らしくおしとやかにしてるわよ。おしとやかにしてないけど。え、本当ですか。まあそういうことにしておきますね。じゃあ行きましょうか。毎度おなじみ隠しスイッチ。いい加減バレんじゃねえの、ほんと。まだ、あ、いない。次どこ行きゃいいんだっけ。道わかんねえんだよな。
下行ってみっか。あっちの左が怪しいな。危ない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 。左側が怪しいから行ってみましょう。あ、しまった正解ルートだった。あ、ピーチ姫大変だ。早く連れ戻さないとクッパ様に怒られるぞ。ちょっと待って、そんなに慌てなくてもお城から出られるわけがないさ。それより例のやつだからピーチ姫に出てもらうというのはどうだろう。ピーチ姫ならまさにうっつけじゃないか。ん？ふふふ、なるほど、そいつはいいかもしれないな。よし、決まりだ。ピーチ姫、そういうわけなのでおとなしくついてきてください。我々の言うことを聞けば部屋から逃げ出したことをクッパ様には黙っておきますよ。忠誠心ねえなこいつらさあこっちに来てください。あ、ピーチ姫、クッパ軍団主催第64回ドキドキクイズ大会。司会は私ミスターハンマー。なんか急にクイズ始まったけどみたいなこと思ってんな。さて始めましょう。早押しクイズです。全部で10問。なおい。正解が分かったところで A を押してください。優勝者には豪華賞品。何くれんだろう。参加賞もありますから優勝しなくても大丈夫。いきます。第1問。ジャンボル島の火山の中にいたのはファイアパックン。ノコブロスクリジーは違うまあ100本譲ってノコブロスはいいけど。次に行きましょう。第2問。現在オズモン様が取られているところ。おー、オズモンか。次フラワーランド。正解です。どんどん行きますよ。第3問。砂漠のアラビン席にいた丸くて怖いやつはストーンワンワン。正解です。まだまだ逆転のチャンスはありますよ。第4問。フラワーランド行くぞ。倒したら花の種だからこれだね。フラワーゲートを通る。みんな頑張って。第5問。クッパ様の大好きな人の名前はピーチ姫。正解です。慎重に。第6問。フラワーランドと関係の深いものはさっき言った花ですね。簡単な問題です。第7問。かっこよくて無敵な憧れの人はマリオと答えたいけどこいつらが主催だからクッパです。さあよく考えて。8問。迷いの森。お化けっつったらテレサしかいねえじゃねえか。思い出してください。第9問。キノコタウンの郵便局南。これがフラワーガーデンですよ。最後の問題です。落ち着いて。第10問。キノコ城は今どこにある。お城の天空のクッパ城の上。ダントツ優勝です。これでおしまいです。優勝はゲストのピーチです。キノコ城の商品何これ。あー、ロイヤルゼリーか。これもあ、いいね。参加賞何だったんだろう。あ、ピーチ姫参加賞、あ、もらった。おお、変身パラソル。これは変身パラソル。誰かに向かって B を押すと相手に変身できるんです。でもやたら使わないでくださいね。ピーチ姫だということは分からなくなってしまいますから。こんな商品ですいません。でも参加賞だから我慢してくださいね。やばい、来たぞ。お前たち何をしておるのだ。楽しそうだな。我が輩も一緒に遊ぶぞ。何、もう終わりなのか。つまらん。あうわ、ピーチ姫なぜここに。また抜け出しおったな。お前たちピーチ姫元の部屋に連れて行くのだ。わかりました。ピーチ姫ごめんなさいね。もう帰ってこれた。
すげえお宝取れなくてガクーンってしてる。ああ、私のお宝が。何を言っているのですか。命より大切な宝物なんてどこにもありませんよ。クッパの弟子たちがグツグツ火山を熱くしすぎたせいで大変なことになってしまいましたね。熱くできんのこれ、勝手に。でも噴火が収まれば元通りにジャンボルトに戻ってくれそうです。とほほ。マリオ、あなたが救い出した星のせいは私で5人目。あと少しですね。私の名前はネイル。あなたの冒険に役に立つように私も力を貸しましょう。よし、これで5本目のスターのスターパワーか。お姉さんの人、これ使えるんですよ。回復するからね。マリオの体力を回復する技だぞ。私は一旦星の国に戻りますが、私の力が必要な時はいつでも呼んでくださいね。あなたの冒険の旅がうまくいくよう私も見守っています。ピーチ姫にはきっとまたすぐ会えますよ。マリオ、私を助け出してくれてありがとう。また会いましょう。よーし、戻ってきた。次だ。ああ、お宝は手にできず一人と話しただけで私の探検は終わった。もう落ち込みすぎだろお前。よーしょ、じゃあ戻りましょうかね。で、セーブしましょう。それでは今回はここで終わりたいと思います。ここまで見てくれた方ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。